新型カムリが海外デビューを飾るその性能と新しいスタイリッシュな外観についてトヨタのカムリは2023年末をもって日本での販売を終了しましたが海外市場では新たなショーが始まっています2023年11月アメリカと中国で新型カムリがフルモデルチェンジを遂げ発表されました この新たなカムリは1980年にデビューした初代カムリから続く長い歴史と伝統を受け継ぎつつ最新のテクノロジーとデザインを融合させています初代カムリはセリカカムリとして登場しセリカの4度ダン版として市場に導入されましたスポーティーなセダンとして そのユニークな魅力で多くの人々に支持されてきました。特に北米市場では、20年以上にわたり中型セダンの売上トップモデルとして君臨してきました。今回発表された新型カムリは、スポーツグレードの SE、XSE と上級グレードの LE、XLE をラインナップしています。スポーツグレードでは、 細身のルーフラインと深く彫られたボディーラインが力強さと同時にスタイリッシュな印象を与えます特に目を引くのはハンマーヘッドフロントフェイスの採用でより一層スタイリッシュなデザインを実現していますエクステリアにはメッシュタイプのロアグリルやフロントサイドカナード効率的なエアロダイナミクスレアダクトなどが装備され リアには2本のマフラーとリップスポイラーが追加され、スポーティーさと力強さをさらに強調しています。LE、XLE グレードでは横基調のロアグリルを採用し、強い印象のフロントフェイスを演出しています。また、シャープな LED ヘッドライトなど、多彩なライティングがクールな印象を形成しています。 インテリアデザインはモダンな雰囲気を醸し出し白赤ライトグレー黒の各グレードに合わせたカラー設定がされています上級グレードでは12.3インチのフルデジタルメータークラスターや10インチの大型ヘッドアップディスプレイシートヒーターやシートベンチレーションが採用され快適性が向上しています 先進運転支援システムとして、トヨタセーフティセンス3.0が搭載され、安全性と走行性能が強化されています。さらに、ヘ、hey! イトヨタの音声コマンドで様々な機能を操作できます。パワートレインには、トヨタのセダンで初めて採用される 2.5L4 気筒エンジンと、 二つのモーターを組み合わせた第五世大ハイブリッドシステム THS5 が搭載され、全グレードでハイブリッド仕様となっています。FF 車の最高出力は 225HP、AWD 車は 232HP とパワフルな走りを実現しています。日本では販売が予定されていない新型カムリですが、 海外での発売がセダンファンの間で話題となっています。特にトヨタ販売店からはカムリの生産終了を惜しむ声や、新型カムリに対する反響が寄せられているとのこと。セダン愛好家からは日本でも販売してほしいという声が多く聞かれ。 最新の走行機能と先進的なデザインを備えた新型カムリに大きな期待が寄せられています。